はいどうも、のびりおたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのはですね、ひまわりくんの世界観に新キャラ登場ありがとうございます。ということでね、今回新キャラくんを登場させたいと思います。あの動物をね、描かせていただいておりますので、ぜひね、その今からねメイキング流れますので、新キャラくんもですね好きになっていただけると嬉しいなと思います。これでね、ひまわりくんの世界観のキャラクターがですね8体目となりました。本当にありがとうございます。ぜひ皆さんと一緒にですね楽しんでいければなと思うので、早速ですが、スケッチブックと僕といったらまあポスカでね描くことが多いので、このポスカを使って描かせていただきたいと思います。早速ですが始めていきたいと思いますけども、皆さん最後の最後までご覧ください。そしてね、もし一緒に旅がしたいという方はぜひよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では早速ですが始めていきたいと思います。皆さんと一緒に最高なアートの世界へ、レッツ新キャラくん。皆さん最後までお楽しみください。 Thank you Thank you。
ということでね、今回このような形で新キャラくん登場させることができました。ありがとうございます。ひまわりくんの世界観になんとゾウさんが来ました。おめでとうございます。まだね、仕上がってるかって言ったらですね、完璧に仕上がってるわけじゃないですけども、これからどん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 このゾウくんも進化して変身して成長していければなと思っております。なんとね、今回ね、このゾウさんの鼻をですね、もう蛇の尻尾みたいな形で使わせていただきまして、こんなにゾウさんの鼻って多分長くはないんですけども、ゾウさんの鼻で支えてるみたいな形でございます。ゾウさんのね、模様がこのような形でございまして、今回ね、その新キャラくんの模様を全キャラ入れさせていただきました。まあ、ドックに関してはもともとね、ゾウさんとね同じ模様なんですけども、それ以外はですね、全部どこかしら模様がね入っております。ニワトリくんもそうだし、ドックはもともと、ヘビくんはね、お腹の部分にね白赤で入れさせていただきまして、キバくんはこの両サイド黄色青って結構ねいいよね。今回のこのキバくんめちゃめちゃ可愛いと思います。そしてこちらぷよぷよくんもですね、ぷよぷよくん3体だけですけど、このような形で模様を入れさせていただきまして、そしてスライムくんもこのような形でね、模様をね飛ばし飛ばしで入れさせていただきました。そして何より主人公であるひまわりくんはこんな感じ。なかなか見ないひまわりくんが誕生しましたね。結構ね見にくくなってるなと思います今回はね。そしてね、ひまわりくんの服装もね結構可愛くなったかなと思っております。案外ひまわりくんに関してはね、服装もねいろいろコロコロ変わってますので、注目して楽しんでいただけるポイントかなと思っております。今回はですね、新キャラくん主人公はゾウさんでございますから、ゾウさんについてね説明していければなと思うんですけども、まあ体はね赤でございます。これからね、どん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 ゾウさんも服を着させたりとか、もしかしたらこの赤もね色が変わったりとか、牙の色も変わったりとかするかもしれないんですけども、この形フォルムはね変わらないですね。ゾウさんの鼻で体を全部支えてる感じはもうこれはね決まってることなので、今回はこのような形で、久々にですよ、ヘビくん以来、皆さん分かりますか、何かゾウさんとヘビくんで同じ特徴があるもの分かりますでしょうか。今回ですね、なんとゾウさんの目が2つあるんですよね。ひまわりくんの世界観の中のキャラクターって目がね基本1つなんですよ。でもひまわりくんの相棒だけヘビくんなんですけど、ヘビくんはね目が2つなんですよね。そこだけね違うとこで、今回はねゾウさんが目が2つのキャラクターはですね、2体目ヘビくんに続いてでございますね。最初ねキャラクターを考えてる時にゾウさんも目ん玉を1つでね考えてたんですよ。でもね、どっちが可愛いかと言われたら、やっぱ2つの方が可愛かったんだよね。そう、2つの方が可愛かったから、今回はね2つを採用させていただきましたね。このような形でね完成させることができて本当に嬉しく思います。ぜひね、皆さんひまわりくんの世界観のどのキャラクターが好きとか推しがあったらいいなと思いますけども、ぜひねみんな箱推しで応援していただけると嬉しいですし、今回新キャラのゾウくんも応援していただけると嬉しいなと思っております。そしてね、背景はこんな感じ、もう点々まくりましたね。点まくりしまして、で最近ハマってるこのクモの巣みたいな糸ね、このような感じで糸をやることによってね、なんかね背景にまとまりが出るっていうか、結構綺麗な背景になるなと思いました。そしてね、地面ね、地面はね線をねピャン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 ってね書いたんですけど、これまたねいい味を出したかなと思っております。今回ねこのキャラクターごともそれぞれいい味を出してるんですけども、やっぱ背景にもね目が行く点かなと思っております。なので今回はね全体として結構見やすいイラストになったんじゃないかなと思っております。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思いますけども、ようやく新キャラひまわりくんの世界観へようこそということで、ゾウさんがねこれからね新キャラひまわりくんのお友達ということで参加させていただきます。皆さんぜひゾウさんのことも応援よろしくお願いいたします。そして僕のことも応援よろしくお願いいたします。皆さんで一緒にまたねアートの世界を旅したいと思うので、これからもアートの世界でお会いしたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんまたお会いできることを楽しみに、またゾウさんともよろしくお願いします。ひまわりくんの世界観もよろしく、そしていろんなアートでもよろしくお願いします。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。センキューゾウさん、センキュー皆さん、皆さんと一緒にパオーン、皆さんまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。センキュー。